ハッッピーラッキーラキミラクル大仙人のハッピーラッキーミラクルタイム始まりまーすはい皆さんこんばんは金曜日の夜7時になりましたハッピーラッキーミラクル大仙人のハッピーラッキーミラクルタイム<ー> えー、放送をご覧の皆様には電球が見えないと思いますけど私にはこのね、スポットライトが当たっておりまして、えー、ここが電球、電球でございます <laughs>、はいえー。11月のですね、11日ですよ、今日。ねえ知ってますか11月11日だけじゃないですよ。2022年の11月11日ねえ <laughs> すごくないですか。<laughs> 11たす11は22ですよね。はい。その2022の11月11。えー、こういうね、4桁とかね、のこの続きの同じ番号をエンジェルナンバーっていうのをご存知ですか皆さんね。エンジェルナンバー知ってますかスタッフさんね。エンジェルナンバーちょっとだけ聞いたことあるみたいなね。はい。 1111 11のエンジェルナンバーの意味ねいきなりもうね今日ねその日ですからやっぱ大賛に持ってますねこういう日に当たるんですね2022年ですか二2222っていうのもね、えー、まあ222とかね2222 22とかいうねこのエンジェルナンバーもあるんですけど、えー、それがベースで、えー、そして1111 11だと。 これ何を意味しているかと言いますとだいたい皆さんねなんとなくナンバーのねこの数順番をね、えー、イメージしていただくと分かりますよね一番最初に来るのが一番ですからねはい残念ながらこの前10月1日にね 一番とか言って,やって一あ違うかあれはアントニオ猪木さんじゃないか <laughs> 相手方のプロレスラーの方だったかななんか1番とかやってましたけどアントニオ猪木さんは元気があれば何でもできるようでしたよね。 えー、ここの、えー、アズリ FM の、えー、出演者の方で、えー、アントニオ・小ユさんもいらっしゃって、えーえー、正月特番でお会いしましたけどね私もねさぞ、えー、かしがっくりされてると思うんですけどあの1番というのが1111が,4つ,がつ4つ続くってことですからねもうお分かりですよね皆さんねはい、えー、1は全ての、えーね、物事の 始まりでありスタートであり、ね、えそして祝福一番、ね、ベストな、ね、あなたの、ね、状態がベストな状態で一番なんだというね、えー、そのまあ言ったら象徴をですね表しているわけですね11 11です、はい、ですからまあエネルギーという、ね、言い方で言うともう男の中の男の日みたいなね、はい、1ですからね。はい 立ってるわけですよ。はい。えー、変な意味じゃないですよ。えー、変な意味聞こえたらごめんなさいね。はい。えー、1番ですからね。はいえー、男性エネルギーそのものなんですね。男はやっぱりね。何でも1番が好きって言うんでね。えー、かけっこでも勉強でも何でもかんでもねやってました、はい。それは男の性質なんですね、はい。それに対して2番は女性エネルギーなんですね。これで分かってきましたね。はい、ですから2022年というのは女性女性女性ね。 えー、女性の年の始まりみたいな象徴これがエンンジェルナンバーの意味になりますですから非常に女性のエネルギーというのは受け身でありね、えー、平和的であり調和的でありね、えー、女性はですねあのいいものがね、えー、あると自分がすごくあいいものがあってそれをね体験したらねお友達に教えてあげるっていうね口コミをねするね性質があるんですね。はい ですから女性の口コミ力ってすすごいですね女性のネットワークってやつですけどね、はい、これはね女性がねやっぱりね、えー、あの人にもこの人にもこのいい情報を教えてあげようっていうのはまさにこうつながりを大事にしていくそういうね、えー、いわゆる、まあねえー、自分が抜きんでるんじゃなくてみんな一緒にハッピーになろうよっていうね共に、えー、一緒にですね、えー、楽しんでいくっていうねそういう姿勢が 女性性だからですよね。はい、ですから、2022年はそういう意味でですね。 今まで男性エネルギーとしてね何でもかんでも上に立つとか一番になるとかねもちろんそれが悪いわけじゃないんですよそうやって人間は能力を磨いていったりね自分自身のですね立ち位置をしっかりと作って自分に自信をつけていくこれは男の方のね得意な方ですけどねそればっかりだとねどうしても疲れちゃうんですよね人間ってねはいなぜかというと一番ということは二番三番四番五番がいるわけで えー、一番のどうしてもポジションというのはね、えー、一つしかないわけですから、えー、じゃあその一番が、ね、どうしてもね、えー、みんな欲しいよということになったらですね、えー、これはけ喧嘩になっちゃうわけでですから男の世界というのは、ね、戦いが多くていまだに世界は、ね、男性社会優位ですからいまあ、未だに戦争をやめられずにいるとこういう世界なんですよね。はい、で2022年の中で今日11月10。 1> 1日ですからねはいですから男性エネルギーの中で、ね、何事もスタートしていってこれから「レッツ・ビギン」というやつでねこれもね古い話でスタッフさんポカーンですけどね「レッツ・ビギン」ってね、えー、青春ドラマみたいなのがあったんですけど飛び,飛び出す青春だったかな全然知らないよねはい、えー、中村正則さん中村正敏さん知ってますか中村正則さんあさすがさすがよかったよかったはい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  あの方がねまだまだ本当に若かった時の青春ドラマなんですけど「レッツ・ビギン!」みたいなね、はい、さあ今から何かを始めようということでね今日何かを始めるのに最適な日なんですよはいわかりましたねで全部それがね一番に向かってどん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 拡大していくよということになりますそしてその日に大仙人はね第109回ハッピーラッキー・ミラクル大仙人のハッピーラッキー・ミラクル・タイム これ迎えております。ね、10回ですよ108は、ね、人間の煩悩の数ということでね、はい、え人間の煩悩の数を超えたということはどういうことか、はい、109ということは108が人間の世界の,、ね、このまさに私たちが生きているこの現世界の、ねえー、煩悩の数だけある108あるというんですそれが超えそれを超えたということはどうですかね えすね、はいえー、すなわちですね今日何の話してるかと言いますとここにねちょっと資料をね久々に持ってきたんですけどえー、今日ですね実はですね内海、えー、悟先生ですねこれ、えー「ベタトロンホルダー向けの勉強会9月26日」これね34年前の資料なんですけどなん、えー、で持ってきたかと言いますと「えー、電一療器のエビスよくなる」。 ねはいえー、今日はですね、電気療器の方の、ね、後半、えー、しっかりとした紹介とメタトロンの紹介をさせていただきたいと思うんですけど、えー、今日の前半のお話のネタはですね、今日さ、内海藤先生とお会いしてきました、第一先にはですね、えー、どういうことかと言いますと、この電位治療器を受けた体験者で、自分の症状がすごく良くなったよという方を紹介してほしいと、内海先生がやられている YouTube 動画。 えー、今日録画撮りがありまして、エビスのよくなるで、えー、その録画撮り、6人、6人のね、方が登場して、えー、どういう症状がどうよくなったっていうのをね、えー、録画撮りしてきたんです。先ほど三3時半過ぎですね。はい。宇、えー、内海先生とはですね、ですから私は今日二2回目お会いしたことになるわけです。三四年、四年、5年前ぐらいかな、もうメタトロンを私が導入したときにね、内海先生も、えー、このメタトロンをの、 ほ本当のお医者さんなんなですけどね、えー、すごいやっぱりよくお分かりの、えー、お医者さんですのでこの波動治療ということにもすごく詳しい先生なのでご自身の、ねえー、クリニックにこのメタトロンを導入されているそういうね物分かりのいいよく分かっていらっしゃる先生なわけで知知知るる人ぞ知るですすうつみ先生スタッフさんんってますか分かかないから、ねうんうん、あのー、これものすごくこの界隈では有名な今やね えー、医者お医者さんはい内海先生ねはいあ公式 YouTube チャンネルはいはいそうですねまだね今日録画登録したやつ多分編集されたりするんで今日のやつはねまだ出てないと思いますけどねはいここにあの大事にもうすぐ出ますから見といてください内海先生公式 YouTube チャンネル皆さんねはいこれあのぜひねあのチャンネル登録しておいてくださいねまあおそらく23日中にはアップされるんじゃないかと 思いますんでね、はい、ぜひ見てくださいでなぜね内海、えー、先生この「よくなる」にいらっしゃったかでもうお分かりですよねつまり内海先生もメタドローンも導入されてるし実はこの「電位医治療機」もご自身のクリニックの中に患者さんにね非常に、えー、この方はいいんじゃないかと思われる方に、えー、治療をね内海先生はお医者さんですから正式にこれ治療としてですね提供 有料で提供されているわけです、はい、で私は大勢にはねお医者さんじゃないのであくまでもですねお家でお家でですね体験ができる家庭治療器としての体験ができるよというスペースを、ね、用意して一度体験ね治療器として体験をお受けくださいねというやり方で、えー、年内になんとかね オープンさせたいんですけども、ファーレンショップのね新宿店と品川店でこの電池料金も2台,2台ずつですね、導入をしていくんですけども、この内海先生、何がすごいかと言いますとね、ものすごくたくさん本を出されております。そして、お医者さんでありながらですね、医者には行くな、医者には、医者に かかっても医者の言うことを信用するな診断を百パーセント鵜呑みにしちゃいけない出された薬は絶対飲むなと言ってる人なんです <laughs> すごくないですかあの非常にね、えー、ですからね、えーえー、有志界隈ではですね危ない先生と言われてるんですけどね、えー、とってもね、えー、しかし、えー、私はですねこういう本物の先生がね 本当に世の中から叩かれてしまってね、すっごい叩かれてるんですよ、ですからね、表の世界から日本医師学会からね、内海先生、除名されておりますですからね、はい、もう独自路線でやっておられるわけ、勇気のある先生なんですよ。それでもね、えー、今の医学会の闇を本当に暴くというかね、全部告白、ね、してですね、本に。 いま、えー、だに何十冊も出されておりますんで、ぜひう、内海聡って、ね、検索して本、一回ね、皆さん読んでみてくださいね。面白い大の本、いっぱいありますから、びっくりするような内容書かれてますから、ぜひ、えー、読んでいただければいいかなと思いますが、大仙人が今日前半ね、なぜこの内海先生の、ね、お話と電気治療機のお話をするかというとね、はいえー、昨日もですね、私、えー、江戸川橋で,ですね、大仙人セミナーやりました。えー、そしてですね、 えー、大声人のセミナーで昨日あの皆さんに、ね、お伝えしたことがありましてね昨日もです、ねえー、宇宙とつながる方法というお話をしたんですね。はい、で宇宙とつながるっていうのは何かというとね、えー、いわゆるです、ね、宇宙とつながっている人っていうのは、ね、あのもうね、えー、すなわち皆さんが普段経験しているようなです、ねえー、不幸な状態すなわちハッピーの反対、ね、ラッキーの反対ね。 えー、ミラクルの反対という世界ね、えー、不安と心配,心配と、えー、苦しみ困難それからね何かこう非常に悲しみとか何、えー、とも言えないイライラそれから怒りだったりね、えー、それから恐れそう恐れなんですね恐れがある、はいえー、そういうものを抱えて何かしらいつもね縮こまって生きてしまっているというのが 今のの人間のほととんんど100と言っていいんだと思うんですねだから宇宙とつながるって大仙人が言っても何のこっちゃって話になるわけですよね。宇宙につながるってどういういことなんね普通の人はなかなかわからないわけで大仙人ならではの切り口でね昨日まあセミ,セミナーに参加していらっしゃった、ね、皆さんにはまあそのなね皆さんこの動画を見ていただいていると思いますけど、えー、大仙人の、ね、分かりやすい切り口でお伝えをしたんですがその中でね皆さんにお話をしました。 えー、一番根本原因でその宇宙とつながれないという状況になってしまうと何が起こるのかということなんですよ。先ほど言いましたように皆さんが自分自身の、ね、本当の在り方本当の、ね、力本当のパワー本当のエネルギーというのを知らないで、ね、本当に一生ですねこの終わってしまう、ね、そして死を迎えてしまうと、はいえー、残念ながらねみたいな話になっちゃうわけです。先ほどどアントニオイノキさんの話しましまたけどね まだまだね、79歳というお年でね、お亡くなりになったと。そうするとね、やっぱりね、皆さん、嘆き悲しんでるわけですよ。きっと、アントニオ・コイノキさんね、嘆き悲しんでおられたと思うんですけど、ね、ご自身がやっぱり、敬愛する方が亡くなるというのは、すごいショックですし、ね、アントニオ・コイノキさん、どうされるのかな、これからね、猪木さんのものまねしてもね、もう、もう亡くなってるんだけど、みたいな感じになっちゃってね。それから私、もう一人、あのーね、ね、えー、アントニオ・猪木さんのものまね芸で、 えー、私、と直接なんかもお会いしてる方がいらっしゃいまして、あんときの猪木さんという方がいらっしゃいましてね、あんときの猪木さん知ってますか知ってますよね。あ、はい、んときの猪木さんも私親しくて、これはあのー、このね、富士山のお水の会社のね、 え水素の新しい水素ガスを、ねえー、水と触媒で取り出すという、ね、このバナエイチというお水の、ね、同じ会社のオー,ナーオーナーが同じ会社のエ、ね、ノコホールディングスのです、ね、技術の、ねえー、その説明会で僕何回も実はアントニオ・コミノキさんにお会いしましてつまりここの、ね、お水のエージェントさんなんですねアントニオ・コミノキさんね。はい アントニー・コノキさんもどうするのかな <laughs> ねええー、敬愛するね、ご師匠亡くなられたということで芸風変わっちゃうのかなまあ、それはいいんですけど、えー、すなわちですね、人間というのはですね、恐れというのがあるとですね、えー、すごくね、えー、自分自身のいろんなその、ねえー、このマイナスの方向にバーっと引っ張られていきますよね。はい でいろんなことを考えてしまうんですけどいろんなことを思ったり考えたり感情が出てきたりしてるときにそういったマイナスの方自分自身がどん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 ,、ねなんかね、制限されて縮小していって、ね、なよく落ち込むとか,、ねえー、なんか自分が縮んじゃったような気になって、ね、あなんかもう外に今日出たくないなとか,、ねえー、なんか今日はブルーな感じとかもやもやしているとか,なんか、ね、イライラしてなんか、ね、あるいはなん,かなんとなくこう不安がこう、ねえー、よぎってしまってみたいなね。ね か、えー、かよよくわらないんですよねはっきりしている理由があれば皆さんもね、えー、それを解消することができるんでしょうけど何だかわかんないけども出てきちゃうみたいなのが今の、ね、私たちの人間の、ね、普通の状態になってしまってるわけです。それはなぜかというとありとあらゆる情報がね え皆さんに恐れをかき立てるわけです、はい、テレビを見てもね世の中を見渡して現実のねご自身のお付き合いの中でも先ほどのアントニオ猪木さんの話じゃないけど人が死んでいくというのを間に当たりにすると「おひえー!」って思っちゃうんですよね。あああの人も亡くなっちゃったんだって思います。これ皆さん現体験でありますよね、はい、こういうねお話ってすごいタブーでしょ。ね だから皆さん、避けて通る、避けて通るっていうのは、まさにね、すごく恐れている証拠ですよね、はい。その死というのが何かということをはっきりと分かってないからこそ、よく分からないから。いまだに世の中は、人間の生命というのを作り出すこともすらもできない、つまり細胞をね、作り出すことすらできないのが今の人間の限界ですもんね。 はいですから内海先生もいろんなことをおっしゃっているのはお医者さんが実際に治せると思ってやってるけどそんなことは絶対にありえないと。ね、えー。人間が人間を本当に治すことができるんだったら今頃世の中の病気ってのはもうなくなってるはずなんだということなんですよね。ですから生きてるということのその反対側に病気と死というのがあるわけでその 生きていることに対するマイナスベクトルねそういう方向に引っ張られた状況を改善することすら実際はできてないんです。改善するってのは何かというとね死に向かっていく病をお医者さんは治すことができないし、ね、実際に治った治った治ったっていう病気はお医者さんが治してるんじゃなくて皆さん私たちの本質の自然治癒力というね、はい、自分が要するに宇宙とつながっている力なんですよ。 かかりますか皆さんは自分自身ね自分自身のね、えー、いろんなですねこの肉体細胞が、ね、いろんな今分裂を繰り返して消化をしてくれたり呼吸のねエネルギーをいっぱい取り入れてね新陳代謝をしてくれたり血,血液をね血液が大体いい1分半で全身を巡るといいますよ、はい、自分で一生懸命やってませんもんねしましてや心臓を自分で動かしていることすらないですよね。 はい、だからこそ死が怖いんです、ね、そうですよね自分でし自分の心臓を止めたり動かしたりできたら最高ですもんね、はい、今日はちょっと休憩しようとか言ってね自分の心臓をカチッと止めてね <laughs> ちょっとお休みみたいな、ねはい、感じで、えー、それでちょっと一回できました <laughs> みたいにね、えー、すればですね え最高ですよねえ。そしたらちょっとね、ちょっと廊下止めましょうっつってね、しばらく止めてね、<laughs> ねでちょっと冬眠してきますみたいな感じでね、えー、冬眠する動物みたいな感じでね、えー、新たにまた生き返ってくるみたいなね、いう風にしたらね、あんまりこう、要するに年いかないわけですよ。ね、えー、できればいいんですけど、できないですよね <laughs>、はい。だから、だからですね、実は人間は何も分かってないんです、生も死も何も分かってない。ね コントロールでできななないいいいいととととううここは分かってないということなんですね、はい。ただし大仙人が言うんでだからどうしようもないんですということを言いたいわけじゃないんですよ。でもっと言うと死を恐れているということの意味をねちゃんと分かると皆さんは宇宙とつながることができてそして今今日この瞬間からすっごくハッピーラッキーミラクルに生きていくことしか できなくなるんです。ハッピーラッキー、ミラクルしかね。来ないようになるんです。わかりますか？<laughs> すごいね。これね、えって思われると思うんだけど、本当のお話なんですということなんです。はい。 だからね、今日の回をね聞いていただいている皆さんはすごくハッピーラッキーミラクルですよということなんですだからそれが109回の意味です2022のエンジェルナンバーに11月11日のエンジェルナンバーが入っている意味なんですよということなんですね1111 11は男性エネルギーねそして2022は女性エネルギーということで男性エネルギーと女性エネルギーが完全にドッキングして本来の 人間のね皆さんのあり方すなわちそれはですね死を超えたね死を超えたあなたで生きていくとえ死を超えるって何みたいなねはいもうねこれはっきり言っときますねあの皆さんね、えー、死ぬのはねね全然ね怖くないんですよ怖くないんですはいこれ本当の話でしてね えー、ただねこれね理屈で言ったって絶対わかんないからあのこれ大事なによく皆さんにお勧めするんです一回死んでみたらわかりますよっていうねはい話なんですよはい本当にわかりますからはいまあねあのー、じゃあ本当に死んじゃったらどうなるのっていうのはね臨死体験された方がねはい臨死体験された方がこうね一回心臓止まっちゃったよみたいな人がね体験するお話がよく語られておりまして大抵の方々戻ってこられた方はね えー、もうすごく幸せになってね、えー、戻りたくなかったっていうお話なんですよ。ね、はい、でねで、えー、あんまりねこれ、えー、あのーえー、難しいお話しするとね皆さん何のこっちゃ分からなくなりますんで例え話しますね。例え話ね、はいえー、つまりねあのー、皆さんね死が怖いなって思ってるじゃないですかだって自分というものがなくなっちゃうんだって思いますよね。はい スタッフさんそうですよね自分がいなくなるってどんな恐怖だよってね、えー、超ビビってしまいまいすだって死んでいくっていうことは皆さんね、えー、肉体が動かなくなってね、えー、スタッフさんでもねきっと肉親の方おじいちゃんとかおばあちゃんとかねひい、えー、おじいちゃんとかおばあちゃんが亡くなられのを見て、ねえー、動かないんだそれでね焼き場が焼かれていってとか体験されましたよね。 はい。だその時にものすごくやっぱりねあ人間最後最後こうなっちゃうんだとねあれが死だと思ってるんですよ。はい違い違違ますす <laughs> うんですね、はい、これ何のことがさっぱりわからない人が多いと思うんですけどもはいあの実はですね、えー、恐れ死への恐れというのは何かというとですね その正体はその肉体がなくなることへの恐れというのはもちろんあるんですけれども自分の存在がなくなくるっていうのがが怖いわけですね自分がこの世からいなくなっちゃうということですよね。はい、でもねそれが怖いって言ったらね話がねおかしくなっちゃうんです。なぜかというとう えー、人間というのはね毎日毎日皆さんが一番怖い状態に帰っていってますはいそれを睡眠と言いますね睡眠し,してますよね睡眠怖いですかむしろ逆でしょね寝ること大好きじゃないですか <laughs> 気持ちいいですもんねでも寝てる時って自分いないですよ わ <laughs> かります言ってる意味よーく考えてみてくださいねえでも寝てる時って自分が寝てるということはわかんないけど朝起きた時にあよ,よく寝たって思って起きるでしょで自分が寝たというのは分かってますねでその時に夢を覚えてる時がありますよね夢を覚えてる時があります 夢を覚えてるときに、夢を覚えてるんですけど、夢見てたって思ってるんですけど、誰が見てたんですか <laughs> 起きてる自分って寝てるでしょその人いないですよねねその人いないでしょその人いないのに夢見てたんですよ。誰が見てたんですか夢の中の自分ですよね夢の中の自分が、 ね、いて夢見てたんでしょそしたら活動してますよね心が,心が活動してます。心の状態が活動してるんですつまりいろんなことを思ったり考えたりねえー、感情を抱いたりしているような状態あれと同じことが夢の中で起こってますね。ねでそれを見て感じてる人別にいないとおかしいでしょわかります言ってててるる意味見て覚えてるんだから 覚えてる人がいないとおかしいでしょ映画の中に入り込んだら映画見てると思えないですよね。演劇してるときは演劇してる人になってますから、演劇見られないでしょ観客席の方に行って初めて、あ、これ映画だってね、夢だって見てるわけですよ。わかりました <laughs> その観客席にいる人が、 宇宙にいるあなたなたたんです。わかりました、ね、死んだ時に戻るあなたなんです。で自分というのが生まれてくる前のあなたなんです。で実はそのあなたってずっとあなたと一緒ですよ。なくなりません。だって私が生きてるって思ったのははい。 スタッフさん何歳ですかちょっと書いてください。わあの最初の記憶みたいなのあるでしょはい。何歳でした ?2、3歳。あ結構早いですね。ああ、えー、女性スタッフさんねいやさ。やっぱりね、女性は早いんですよ。私っていうのが。男はね、大体ね、あの遅いです。 女性が、まあ、もう私ってね女,女の子みたいな感じで着飾っておしゃれしてる感じがね男はまだ放たれてるみたいな感じでたい5歳6歳幼稚園児ぐらいの時に初めてねあなんか記憶があるみたいなでその記憶があった時から私という意識が始まったわけわかりますよねその前覚えてないんだもんだから私いなかったでしょその意識はでも生きてなかったですか <laughs> お父さんお母さんから1歳2歳の若者の時の写真見せられてあこういう状態だったんだってほら生きてたじゃないですかねえそれが夢を見てた人のあなたです <laughs> 怖いですかそこに戻るの <laughs> ね分かってきました死んでも死なないんですよ実ははいその意識に戻るだけなんですだからすごく幸せなの全部 悩みの苦しみの原因が全部さよならしますなぜかというとみんなとつながっている意識だからですそこが宇宙だからです自分という意識があるんですよあでも私とめんみんな同じなんだっていうそういう感覚なんですもうお花畑、ね、天使、ね、そして太陽ね サンズの川を渡るとそこ、お花畑で <laughs> ね昔のね懐かしいお,お,じおばあちゃんとかねお父さん、お母さん迎えに来てくれってよく臨時体験の人が報告するわけ。それなんです、はい。自分の記憶の中にあるからね。それは実在しているというふうに思うわけ。でも実際は自分の中にある全部自分と同じものが全部バーっと囲まれるの。全部それ宇宙です。はい。で、 亡くなった方もだから亡くなってないんです。そうやって意識として生きあちらで次元が違うっていうのだからね。はい。だから私たちはそこの次元を垣間見ることができないんで怖い怖い怖いと思ってるだけなんです。ね。肉体がなくなると自分という意識が落ちるのでそこに合流します。ね。だからそれは昔から天国ですよっていうわけ。でもね。 あんまりねそこを天国だ天国だって言うとね死んだから天国行くんだよ本当はみんなそれ正解なんです本当は誰も地獄なんか本当は行かないのなぜかというと自分という意識が落ちるから地獄のようなそういうものを自分が作り出してしまうんですよわかりますか <laughs> 言ってる意味ね その,その自分のの意意識識こととをエゴとか自自我意識って言うです自分が自分が自分が生きてるって思ってるからその肉体の方に、ね、食べないと死んじゃうし眠んないと死んじゃうし、ねでね、家庭作って,、ね、そして社会人として生きていかないといけないし子供作ってね。 えー、そうやってパートナーと生きていかないと男と女と、ね、して生きていかないとい,かない,いけないって思っちゃうから苦しみに生まれるわけでしょでもそんなことする必要も肉体ががななななくくると必要がなくなっちゃうんですよ <laughs>、ね、そういう、ね、肉体に、ね、つきまとっていたいろんな実は欲求というのが全部落ちて本来の、ね、みんなとつながっているっていうまさに。 ね、自分という意識が落ちている状態はいこれが本当のあなたで実は睡眠というのはねあの死を迎える時のための毎日毎日人間は訓練をしてるんですよということそして毎日毎日こう思ってくださいねあ今日もお前はもう死んでいる <laughs> 僕はもう死んでいる。私はもう死んでいる。<laughs> これがこんなに楽しいんだって言ってベッドに、布団に入るの。わ <laughs> かりますか <laughs> そうするとね、死への恐怖というのがひっくり返っちゃうの。そして死への恐怖というのがなくなると、ね、今生きているっていうことがどれだけすごいことか、というのが、 湧きき上がってきまます。す。自動的にそうなりますはい自動的にねつまりね不安とか心配とか恐れとかね、えー、悲しみとか怒りとかというマイナスエネルギーの反対はポジティブなエネルギーに満たされるつまりいつもいつもいつも喜んでいるね、いつもいつも楽しんでいるいつもいつも気持ちよくね、そして笑いと感謝に包まれて愛と優しさでね 生きていくそれがあなたの本当の本質の部分だからです。もともとずっとそれなんですよ。だから赤ん坊の時みんなそうだったでしょね赤,赤ちゃん見てもうねええー、癒されない人いないでしょそれが皆さんの本質人間の一人一人の本質なんです。今みんなそれを見失ってるだけねですから大仙人に 引き続き、ね、この「ハッピーラッキーミラクタイム」えー、聞いていただいて、ね、でもねやっぱり人間ってね自分自身食べなきゃいけないし眠んなきゃいけないしね、えー、やっぱりパートナー欲しいしということで性欲が出てきたりしますねそういうものが苦しみを生んでるんですけどそれ大事なんですねだってそれないと皆さんね本当に肉体をね元気にがらえることはできませんからそれを否定してるんじゃないんですよはいそれを肯定していって ね、当たり前になったということに気づけるんですよということなんです。つまりそっちが道具なんでね道具ですからちゃんと道具を生かそうよと命をね運んでくれてる道具なんです。皆さんのその、ね、本質の部分を 愛と優しさで包み込むために生きていくための、ね、道具として宇宙が与えたのがあなたの肉体と心ですから間違っって使っちゃいいいけないんでですすよととうことですだから間違って使った時に内海先生が言うように皆さんは、ね、病を負えてしまう「木は病」ね「木が病む」と書いて病気ですからねつまりそういう状態に皆さんが本質から外れたよという時の警告サインお知らせですからそれに気が付いたらいいだけでそうしたら、ね、皆さんは「 ね、何も恐れることなく老いも恐れることなく臭も恐れることなくいつもハッピーラッキーミラクルで生きていけるようになりますはい前半のお話はここまででございますはいスタッフさんいつものようにホームページの紹介よろしくお願いいたしますはいリッチウェリシー塾です 都市塾の方、えー、今週ですね、新しいえ女性の方が参加いただきまして、ありがとうございます、えー、私のですね公式 LINE の方の、えー、記事見、見られてですね、参加をされました、ありがとうございます。ということで、えー、今週予想通りですね、日本の株、上がってきましたよと、今日はね、爆上がりでしたね、800円に、日本株ですね、日経平均といいますけれども、800円近く爆上がりしました。 えー、11月、ね、これから本当に、ね、日本の株スタートライン11月11日って言いましたよね、今日からスタート、株も本当にスタートラインに立ちました、これから日本バブルが始まりますよ、皆さん、見逃しちゃだめよ、ぜひぜひ、今年で皆さんには株で儲けていただきたいと思っております。 はい、それから個人宇宙波動研究所の方の、はい、メタトロンのセラピー、今日もご紹介をいたしましょう。はい、先ほどね、私言いましたように、内海先生の,あのメタトロンの、ね、操作説明会、導入した時に、えー、宇内海先生ね、えーあのー、クリニックに行ってです、ねえー、その説明会を受けて、導入、スタートしたんですね、はい、5年前ですね、はい、5年前でした。 はい、えー、それでですねこのメタトロンの方のですね、えー、セラピーもですねもちろん、えー、ファーレンショップの方で体験できるんですけどもいち早く江戸川橋、ね、5年前から導入をしております内海、えー、先生も、えー、ご自身のクリニックに導入されてですね活用されている波動機器なんですで先週ねメタトロンの方の え説明かなり詳しくさせていただきましたので今週はちょっと省略をいたしますけれどもえとにかくですねえ何がすごいかというとねご自身のねえ体の状態波動という見地からねだから心の状態みたいなものなんですよ先ほど言いましたように皆さんの心の状態が気というエネルギーがダウンしちゃうとそれがちょっとね長引いて引きずっちゃうと いてしまうとですね肉体の方にいろんな不具合、故障が現れてきて、まあ、病気という診断をされてしまうことになるんですけれどもメタトロン、ね、OK になったらねあのまだそういう診断がかからない、ねえー、お医者さんに行っても、まあ、別に問題ないですよと言われるレベルなんだけど波動的に見るとちょっと要注意ですよというレベルがバンバン出てくるんです。 体の状態が今このまま行くとちょっとこういう傾向になって、例えばね、血圧が高くて、えー、少しね、食事注意した方がいいですよとかね、あるいはちょっと血管の方ね、ね、えー、脳梗塞だとかね、それから心筋梗塞だとかいうね、成人病ありますよね。えー、あるいは胃腸とかね、腸の状態ね、ねそういうのも炎症がありますよとかいうのがね、 えー、病気という診断にはならなくても炎症というような時の初期状態みたいな波動状態ってあるんですよそういうのがねバーっと出てきますで結構皆さんそれびっくりされます、はい、正確に出てくるので最近ちょっと胃の調子が悪かったんですけどたらちょっとね今胃炎の状態ね初期状,状態ですよとかねバッチリ出てきます特にね腸の状態なんていうのはね自覚症状があんまりないので 病気の状態で、ねえー、診断をされてしまうような状況って非常に、ね、医学的に腸は、ね、なかなか、ね、診断が分かりにくいんですよね。はい、お医者さんも非常に、あのー、診断難しい場所だと、えー、おっしゃっておりますけども、えー、メタトロンだと、ね、初期症状で分かりますのですなわちこれね病気になる前に予防してい,いける、ね、病気を防ぐという考え方を未病と言いますけどね。 未病セラピーに役立てていただくことができるわけです。はい。お試しコース5500円でございますので、ぜひお受けいただけたら、江戸川しでお受けになったらいかがでしょうか。はい。どうもありがとうございます。はい。それではあと、え後半12分少々ですけども、 えー、お話をいきたいと思いますね。まず最初、大仙人の、ね、ドバイ行きキャンペーン、まだ継続中ですよというお話はどうしてもしないといけませんね。アークモーターズ NFT、1枚100万円でございますが、はい、これね、キャンペーンを拡大しました、昨日セミナーをお越しいただいた方に発表しましたけども、ねえー、大仙人からですねこの NFT、アークモーターズ NFT をお買い上げになっていただくと、これ2023年に1億円になりますからね、これね。 NFT はね、もうタイプごを押しておきます。はい、中東でテスラを超える、ね、自動車会社になるアークモーターズの株を600株いただける NFT、しかもスーパーモーターカーとしてのね、えー、抽選券が当たる NFT であります。スーパーモーターカーね、えー、前ね、ご紹介いたしましたけども、こういうね、スーパーモーターカー、200台当たります。えー、車好きの方にはたまらないよということですね。はい。で、えー、ドバイ行きはですね、なんでドバイ行くのっていうとね、 このアクモタズ NFT を発行している d d f i テックという会社がですね、この2022年、今年の12月1日に、えー、バージュカリファという世界一のノッポタワーですね。はい このバージュカリファというこのね、世界一のノッポタワー。ここの130回、2022年12月1日プレイオープン20、2023年4月1日グランドオープン、メンバーズオンリーのラウンジ、会員オンリーのメンバークラブができております。アークモーターズを買っていただいている方は、ここに皆さんで遊びに行きましょうねということなんですよ。ここの,まねこ,のこの今の写真が130回からのこの景色なんですね、これね。はい、ドバヤの、このね、ほとんどの 100階建てのビルぐらいを、ねえー、完全にですね凌駕しているこの世界一のノッポビルの130階のメンバーズオンリーのクラブに遊びに行きましょうねというそのドバイ行きをプレゼントいたしますけどもなんとこのアーグモーターズ NFT を、ね、買っていただいた方のみならず、ね、私はもう買えないけども じゃあお友達を紹介します大仙人から買いますという方はい紹介者の方ドバイ行きご招待いたしますすごくないですかドバイ行くのは2月末です3泊4日車中入れて5日で参りますよはいえー、大声人大盤ーー振る舞いの大仙人ね、えー、ぜひこのチャンスを生かしてくださいなんと言ってもね私はねもうね皆さんとね一緒にねつながってね 本当に2022年もあとね、2ヶ月切れましたけども2022年エンジェルナンバーの女性性をね、最大限に拡大して皆さんとつながってそして2023年の年はですね、えー、これは自由というエンジェル3333さん、ね、自由というのをね、えー、実は象徴しているエンジェルナンバーなんですね2023年はみんなで自由になるんだぞーっていうことです、はい。はい、よろしいでしょうか、えー、ぜひご利用くださいね。はい そして、何、えー、と言ってもですねね、えー、このね、えー、私のですねこのお話を聞いていただく方は、ね、やっぱり気になるねあの情報ですよね、あの情報、あここじゃない、こっちじゃない、はい、えーはい、そうなんです、そうなんです、えーちっえー、アメリカからもろたらされるですねあの資金移動、ねいよいよ日にちが迫ってきておりますが、えー 少しだけですね。少しだけですけどね。はい、少しだけタイミングが、えー、ずれて、えー、おります、はいえー。これもですね、えー、もうピンとこられる方だけにわかるようにお話をいたしますと、えー、第1弾12月上旬、第2弾12月中旬だと思ってください。もうちょっとお待ちくださいね。もうちょっとお待ちください。はい ですから、えー、皆さんにはですね、えー、まさにそこからもたらされる恩恵が、ね、ファーレンショップの品川店新宿店のオープンでその新宿店品川店で今日はですね体験できる最先,最先端の、えー、医療機器ということで電位治療機を紹介させていただきたいと思いますはい、えー、電位治療機の ね、体験ショールーム4ヶ月無料体験できるよというのが「エビスのよくなるで、ね」で先ほど言いましたように内海聡先生、ねえー、のですね電気療金体,体験談の YouTube 動画を今日3時半に録画で私も出演で、ね、撮ってきたところなんですよ、えー、この4ヶ月無料体験のよくなるの電位治療機ってどんなのですかっていうんで、えー、今日ですね よくなるのオーナーからですね、このね、えー、メディックというんですね、この電池料器ね。で、実はこれね、メディックという電位治療機器2種類あります。はい。えー、前ですね、こちらの方の、えー、こちらの方ですね、メディック A t 1万4000ということで、日本セルフメディカル株式会社。はい。えー、こちらの一1回紹介したことがあったと思いますが、これで20年ぐらい前からある、 えー、旧モデルなんですけど、実際によくなるではこちらの方を体験できております。1万4000ボルトという電圧をただただ椅子に座ってですね、椅子に座ってね、ね、えー、こういう椅子に座ってですね、電位治療をかけてもらうわけです。はいえー、電位治療がかかりますとどうなるのかということなんですけど、ね、えー、すなわち、えー 通電効率高ければ高いほど高圧電位治療の、ね、効果が高まりますということで高圧電位治療において人体に通電させるための通電マットということでね、えー、椅子の上にこういうマットが敷いてあるここ座るだけなんですよ、はい、普通に座るだけ靴履いたままで座るだけ。はい それでマットの品質が高いので人体に電位を効率よく通電させ治療の効果を得るんですよとメディックの通電マットは弊社独自に開発した変面絶縁方式という画期的な構造で人体への通電効率を,と効率を驚くほど向上させましたということでどうなるかというとですねねこれねやっぱり薬事法の関係があるんでねえ前回まで3回連続でね交流時期治療機の あえー、マグネタイザーねマグネタイザーさんをねご紹介させていただきましたけど本当にあのこれね扱っているエネルギーの種類が違うだけで私には効能はねほとんど一緒だと思います。えー、マグネットのあのマグネタイザーは磁気治療器ですよね磁気が1秒,間に1秒間に50回から60回 N 極と S 極で入れ替わるので磁界ができるわけですね磁力線ができるわけですよ。 だからその磁力線がエネルギーになってこの私たちのこの体の中の細胞に染み渡るのでものすごく血流が良くなるんですねでこっちは電圧をかけるわけですすいません電気を電圧をかけてその電気の圧力のエネルギーで血液をものすごく活性化させる血流を高めるということの違いだと思ってくださいね宇宙には4つの力がありまして皆さんがよくご存知の重力 ね、そしてその次が電気の力ですよね。もう一つが電磁力なんですよ。でもう一つがそのね素粒子が持っている、ねえー、いわゆる素粒子というのは何ですかあれね素粒子が持っている力のことを、ね、強い力とか弱い力とか言いますけどね、えーまあ、いわゆる素粒子同士が引き合っている力なんですね。全部で5つですね。5つあるんですけどそのうちの宇宙が持っているその力のですね 5つの力のうちの電気の力がこの電位治療機で磁力の力が先週のね、えー、マグネタイザーなわけです。ね、でエネルギーっていうのは皆さんねもうお分かりのように力パワーを覚えてるんですよ。で先ほど大仙人が言ったように皆さんの中にものすごいエネルギーが眠っててそれが病気を治すんだよというのがね宇宙が全部その力を私たちにつないで ね、そして私たちの命をこうやって動かしているでしょ、ね、肉体を動かしているのもこの電気人体というのは電磁気力と言います電気の力と磁力の力が両方宇宙から来て私たちの肉体を動かしているんですよというの分かりますかなぜかというと心臓をお医者さん言ってね心電図って言うでしょ 心電図心の電気の図とは言いますこうやってあのね心臓が打つとほらビクンビクンってこうほらね反応してるじゃないですか心臓が動いてるあれ心電図ですからね心臓の電気の力を測ってるんですパルスだから心臓は電気で動いてるのっていうのわかりますねその電気の力が長ららくなったら ツツツツツッツてなって「五輪中です」って <laughs> ねお前はもう死んじゃったって話になっちゃうわけですよ。ねああ怖い怖いってねもう紅白はないんですよって話をね先ほどしましたけどだけどもやっぱりねできればですね健康でそしてね若くそして長く、ね、そして特に男性諸君はね強く。 ね、女性の方はしなやかに柔らかく生きていきたいですよね。はい、ですから宇宙で、ね、5つの力のうち大仙人が紹介しているその宇宙の力のうち2つを、ね、なんとか今年中に、えーですねえー、オープンさせたいんですけども先ほど、ねえー、資金の移動が12月になるというお話をしましたんで、えー、来年になっちゃうかもしれませんけどね。 でもう一つの新しい方がこちらですこちらの方のあのなぜ旧型タイプかというとこっちはですねこの電圧をかけるための,あの電圧器が中にねアナログ機械として入ってるんですけどこっちはですねいわゆるデジタルとしてもうですねその電圧をデジタルの要するに発生器で作ってしまうんでこちらのオリジナルのものよりも、ね、こっちはね重量が10キロぐらいあるんですけどこっち4キロぐらいで軽いです。 大きさはほとんど同じです。ただ効果はね、あのー、ほとんど一緒なんですけど、こっち軽いですから、新しい方ね。だから例えば、家庭用治療器なので、えー、結構ね、1回と2回で持ち運んだりされるという方は、こちらの方を最近はお勧すすめされてると、えー、いうことになります。で、ちょっとこのデジタル、こちらの旧型の方がですね、 税込みで82万千円かなこちらの方はそれよりも13万高い95万5,000。ということでちょっとこちらの方が、えー、デジタルの最新鋭の方が、えー、そのソフトの開発の部分がおそらくかかっているんだと思いますけども、えー、少しお高くなっておりますけどもまあそれでもね、えー、皆さんねなんか病気して、ねえー、医者にかかって、ね、すごい大金を、ね、保険外治療でね 払っちゃったら100万200万すぐ飛んじゃいますよね、本当にね、シーズンなんかしちゃったらね、そう思うと一生ね、これね、ずっとね、マグネタイザーもそうですけど、一生分のでね、こうやってね、未病で自分のその体温を防げるなんて言ったらね、お安いものじゃないでしょうか。そして、バネーレンショップ品川新宿店ではそれを皆さん、コインで安く体験できます。ということで、時間がやってまいりました。来週110回、ハッピーラッキミラク大仙人まで、皆さん、またお会いいたしましょう。本日はここまでです。 Thank you! また来週